ルーキーエアーズのデンプン質の硬い取り外し可能なウィングカラー。白襟はモーニングコートやディレクターズスーツなどのウエストコートに装着するソーシングの一種である。英語ではウエストコートスリップあるいは単にスリップと呼ばれる。白襟はかつてシャツにベストの染料が付着するのを防ぐためあるいはオシャレのためにベストの中にベストをもう一着着用していた時代の 名残とされる。19世紀の欧米の写真や絵画などで白襟が着用されているのが確認でき、もっぱら装飾的な意味合いで用いられている。白襟は1枚のものと2枚に分かれているものがある。白襟にはボタン穴が開いており、ウエストコートの内側に縫い付けたボタンに留めて装着する。一般的には黒のウエストコートに装着されることが多いが、 グレーや色物のウエストコートにも用いることができ、取り外し可能な襟を身につけている男、1910年、米国襟のスタッドのペア。左の長い方が、 フロントスタッドハット https コロンスラッシュスラッシュ g e n t l e m e n s c l o t h i n g g u i d e a m e b a W n d c o m スラッシュポススラッシュ五八六一九九三スラッシュありがとうございます。